5月26日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇しています。今日の全引けは昨日と比べて7円91銭高の 26,685 円71銭となりました。トピックス東証株価指数も 6.08 ポイント高、 JPX 日経500 20.69 ポイント高、それぞれ上昇しています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 75%、 1369銘柄、これに対して値下がりが約 23%、 421銘柄、変わらずが 2.5%、 47銘柄ほどあります。日経平均は7円高、わずかな上昇となっておりますが、ただ東証プライム市場で見ますと全体の4分の3近くが、ほぼ4分の3の銘柄が値上がりしているという構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型それぞれ上昇しています。ただ率で見ますと大型より中型、中型より小型の上昇率が大きめ、特に小型株の上昇がやや目立つという展開でして、銘柄の数の多い小型株が強いというところがプライム全体で見ても値上がり銘柄が多い背景とも言えます。グロース市場も今日は上昇する銘柄が目立っておりまして、今日は大型株よりも全体的に小型株が強いという今日の前場の試合です。商いは通常のボリュームと言っていいでしょう。東証プライム全引け段階での売買高5億5000万株余り、売買代金1兆3869億円、1兆3000億円台後半ということですから、このままペースが続けば1日通して2兆円台後半の売買代金ということで、最近としては通常のボリュームと言えます。今日は朝方は小動きで始まりましたが、日経平均株価徐々に上げ幅広げ、午前9時14分今日のここまでの前場段階でのザラバ高値ですが、上げ幅220円ほどに広がる場面もありました。このところ下げていた銘柄などに見直し買いが入ったという動きが追い風となりました。昨日のニューヨーク市場におきまして、ダウ平均など主要産出が揃って上昇したという動きが追い風となり、景気敏感株などに幅広く買い注文が流入しました。もっともその後は徐々に戻り待ち、短期の利益確定売りなども出まして、日経平均株価一旦マイナスに転じる場面もありました。ただ全引けにかけて再びやや買いが優勢となり、結局全引け段階では日経平均7円高、わずかではありますが上昇して取引を終えております。全体として落ち着いた環境になってきたと、アメリカの利上げ加速への警戒感がやや薄れてきたということで、アメリカ株が上昇して景気の先行きに対する警戒感などもやや後退しているというところが一つ安心感につながる一方で、そうは言っても引き続きアメリカの利上げ路線は続くということへの警戒感などが上値を抑える形となり、全体としては方向感の乏しい展開となってきています。そういった中で個別に材料の出た銘柄などを物色する動きは継続しておりまして、今日は商いを伴って上昇した銘柄の一つとしまして、食材販売業務スーパーを展開しております神戸物産3038が上昇しています。3000円台を回復する場面も見られています。神戸物産、このところ為替の円安傾向が逆風となり下げてきておりましたが、今日は見直される動きが顕著になっています。昨日の取引終了後に4月度の単体業績の発表を行っておりまして、これが好調だったということが見直し買いの増加につながりました。逆に下げた銘柄としましては、三菱電機6503が売り注文に押されて下げております。昨日の引け後に品質不正問題に関する調査委員会の第3次の調査報告書が明らかになり、新たに101件の不正が発覚したということを発表しておりまして、これが嫌気された形です。今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。